この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。パパ、お仕事か。行くか、釣り。本当？あれ、竿は？任せなさい。みんなの釣りを大応援。釣りが大好き。フィッシングユー。エサ忘れた。バケットマウスを進化させるオプションパーツがさらに充実。バケットマウスを持ってフィールドへ出かけよう。フィッシングポイントをご覧の皆さん、おはようございます。今回訪れたのは鈴鹿市白子漁港から出船されているクラブカイトさん。こちらで1年ぶりのキャスティングゲームを楽しもうとやってきました。ライトタックルで手軽に楽しめるのがいいんですよね。さあ、まずは前編からどうぞ。さあ、今回は鈴鹿市白子港から出船されていますクラブカイトさんにお世話になりまして、キャスティングゲームを楽しみにやってまいりました。さあ、お世話になります栗田キャプテンです。おはようございます。おはようございます。さあ、今年も1年ぶりのこのキャスティングゲームなんですけれども、はい、今年どうでしょう。あの、今年もね、数結構出てますんでね、はい、いいシーズンになってきました。確かハマチやサワラなどが狙いましたね、うん、そうです。おー、はい、いいですね、うん、やっぱりナブラを探す感じですか。そうですね、ナブラが出るとやっぱテンションも上がりますね。上がりますよね。面白いですよね。本当にワクワクするゲームなので、うん、今日も楽しみたいと思います、はい、よろしくお願いします。お願いします。午前6時過ぎ、少しずつ明るくなってきましたよ。出船です。今回ご一緒していただくのは、この釣りはちょくちょくされているという大久保幸重さんと、キャスティングゲーム初挑戦という松原清人さんのお二人です。よろしくお願いします。はい、大体朝駅からね、近いポイントですけどね、はい、うんうん、この辺から行きます。かなり港から近いですね、ポイント、うん、近いところでね、嬉しいです、うん、まあ、あのキャスティングゲームなんで、ちょっと周りの安全確認しっかり準備してもらって、はい、一応乗り合い船とかの場合は、うん、アンダーキャストで、はい、うん、できるだけあの距離飛ばしてもらって、うんうん、まあ、その日の状況とかポイントにもよるんですけど、はい、まあ、結構ハイピッチ系のね、うんうん、あのアクション系つけてもらったり、うんうん、高速巻きなんかでね、幅広く探る感じ、はい、うんうん、栗田さん今つけられてるのはミノーですよね。あ、僕はちょっと朝一から今ミノー試してますんで、はい、うん、私はあのメタルジグ今 30g つけてるんですけど、うん、ジグの場合はどういう動かし方がいいですかね。ジグの場合もね、表層系をもう高速で巻いてくるパターンと、はい、ガーッと巻いてもいいですね、うん、ある程度ちょっとレンジ下げてもらって、はい、投げた後沈ませてもらってちょっと斜めに引っ張ってくる感じ、うん、でまた止めてちょっとボトム取るって感じもいいんやけど、あんまりスローに巻いた後逆に見切られてあったりする場合が多いから、逆に早め激しめのアクション系統で活性能で魚を取ってくる感じ、はい、ナブラが出たらどっち方面進むかなとか想像できてくるから、やっぱりナブラがこうパシャンパシャンってしてたら、うん、進む方向に向かって投げた方がいいですよね。あとはひたすら投げるキャストでやっぱりこう投げる距離も投げた方がいいですよ ね、うん、ね、距離飛ばせると絶対有利なんでね。はい、わかりました。やっぱりこうやって下からね、振りかぶってほしいがね、下から投げてもらうところでやっぱ長さがあるとね、海面叩いたって投げにくかったりするんでね、はいはいはい、大体7フィート前後って感じ で、 ですね、うん、やってもらえれば。わかりました、はい、よし、頑張ろう。去年よかったやから、去年の思い出して。そうなんですよ、去年、そうそう、1年ぶりやからちょっと釣り方半分忘れてました頑張ってサポートしてますんで。よし、頑張ります。はい、頑張りましょう。よし。さあ、今年も爆釣と行くでしょうか。まずはナブラを探しながらキャストキャストキャストを繰り返して探っていきますよ。ロッドはオーシャンセンサー JS66 を使っています。他にも船が多くて賑わっていましたよ。ベイトがたくさん泳いでいるのは見えますが、
ナブラはまだあまり見られないですね。栗田キャプテンがナブラを探してくれています。ご一緒していただく松原さんです。松原さん、おはようございます。おはようございます。キャスティングってされましたっけ？僕初めてなんですよ。なるほど、はい。でも使うジグなんかはね、おかっぱりとかでも使える。そうですね、これいつものなんですけど、オーシャンルーラーから出てる、ガンガンサーフフラッター。フラッターからですか？まずはフラッター使われてるんですか？そうですね、サーフフラッター使ってるんですけど、サーフって名前ついてるんですけど、一応このボートからのキャスティングとかジギングとかにも応用できる、すごい万能なジグです、はい。そしてもう一方、大久保さんです。おはようございます。おはようございます。サーフ以来ですかね？そうです ね、 ね、はい。結構ボートでの釣りもされると思うんですけど、キャスティングも結構されますか？はい、そうですね、ナブラが出た時はやっぱりもう一撃で投げていきますね。そうですよね、はい。ナブラの中をバーって投げた瞬間にバクって食うの楽しいですよね。たまりませんね、はい。もう結構されてる釣りということなので、ぜひお魚見せていただけると。はい、頑張ります。私も頑張ります。お願いします。お願いします。まだ釣れた？あかんな、釣れたら走ってからかい。朝一はちょっと反応がいまいちのようですね。鳥もたくさん飛んではいますが、まだのんびりしています。そんな時こそひたすらキャストを繰り返すですね。ちょっと上げてくれる？ちょっと探すわ。こちらは松原さんのタックルボックス。松原さんもバケットマウスを愛用中です。こちらは BM5000 ですね。パンもこれやなと思って掘ったら一発でやられた。たまらん。焦るとこうなるから。テンション高くて焦るとこ、ガイドにラインが絡まって、ほら、バレちゃったもん。一人焦ってます。どうなってんの、どうなってんの。ここに今度は絡まった。焦りは禁物ですよね。落ち着いていきますよ。さあ、そろそろ来てもいいんじゃないでしょうか。ベイト反応もモリモリです。ヤシタキくんがいいのかな。思ったところで来たけど、ハマチだ。楽しそう。競争早巻きやね。見の方がいいのかな。あー、朝一気持ちいい。さっきのバラシがこれで。まずは栗田キャプテンが一番乗りでヒット。あ、合わせやねえよ。ここでもらえます。はい、合わせます。お願いします。お、上がってきた、上がってきた。ういういういちょ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 、ネットに。コールキャプテン、よろしくお願いします。コールキャプテン、待てよ待てよ。コールキャプテン、大丈夫ですか？ここですよ。セルフサービスをやっておりますので、こちらに入れていただけます。はい、ありがとう。はい、ありがとう。いいですね。なライトタックルでこう楽しめるからいいですよね。ね、よし。ちょっとバタバタしました。朝一なんとか。ハマチキャッチ。ミノーですかね。うん。レールのヘビミノーやね。ウエイトがすごくあってね、とにかくアクションが大きい、はいはい。うん、こういう広範囲のエリアなんかね、このミノルちょっとぶん投げてもろでね、うんうん、高速巻きでアピールしてもらえればね、ちょっとウエイトある方が投げやすいのもありますよね。うん、ですね。うん、いました、いました。さっきのサワラはもったいない。すいません。サワラはちょっとやられちゃいましたけど。
まだまだサイズアップしますんでね、はい、頑張ります。やったね。やりました。ミノに帰えよ。まだまだ火が出てきてからの方がいいでな。うん、だん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 ナブラックは出てくると思うけど、これ、うん、これもね 29g、 結構ウエイトがあるので投げやすいと思います。釣れるでしょ。よし、おりちゃん、ミノ1回それ使用料500円で、いよいよ活性も上がってきてこれからです。来週後編ではみんなでお魚をゲットしていますよ。お楽しみに。フィッシングユー松坂店から、松坂周辺のサーフでヒラメ46センチまでを3枚の超過、ただいま冬を遊ぼうフェアを開催中。冬になっても狙えるお魚はたくさんいますよ。店内には冬場でも楽しめる釣りのコーナーや寒さ対策用の防寒グッズも多数取り揃えています。魚は元気いっぱい、魚釣りに出かけてみましょう。紀北町レンタルボート NTEC マリンから、和夫さん、明治大カワハギと美味しいお魚をキャッチ、高村さんほか人気のターゲットアオリイカを釣られていますね。志賀さんグループ、ワラサ、赤旗、大門旗と皆さんで仲良くゲット、魚種豊富に釣れています。千賀フィッシングパークトリトンから、久保さんご夫妻、マダイをはじめ天然ワラサもキャッチ、前川さん親子、天然ブリやカンパチなど多彩な釣果です。近藤さん、イカダでチヌ40センチまでを15枚2桁釣果です。イカダ釣り堀バーベキューとファミリーで楽しむにもぴったりですよ。元浦渡船吉川から、太田さんほかアジ、カワハギとたくさん釣られました。クロダイの濃いエリアですが五目釣りも楽しめますよ。渡船場からすぐ近くのお食事処吉湯水産もぜひお立ち寄りくださいね。おいしい浦村の牡蠣や新鮮なお魚などがいただけますよ。月間プレゼント、釣り券より道糸とハリスのセットを3名の方に、フィッシングユーよりサビキセットを1名の方に、明豊化学工業よりバケットマウス BM5000 を1名の方に、 NTEC マリンよりレンタルボート1日無料券を1名の方に、ご希望の商品とご意見感想を添えてお寄せください。バケットマウスを進化させるオプションパーツがさらに充実。バケットマウスを持ってフィールドへ出かけよう。続きはお預けね、あなたへグッバイ、あと5分。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。